クです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス、スマホ決済キャンペーンまとめ10月最後もお得に乗り切ろうということで、今週もやってきましたキャンペーンまとめ動画ですね。今回は10月の28日から10月の31日までの来週4日間で開催されるキャンペーンを主にピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。ちなみに来週は11月もあるんですが、この動画では10月のみのキャンペーンだけまとめていますので、そこだけご了承ください。 それではまずペ a ペ p からですね。現在ペ a ペ p は街角ペ a ペ p 第1弾ということで、キャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば、最大で10%還元がされるキャンペーンが開催中です。期間は11月の30日まで、最大10%還元で、還元対象のお店はこの出ている画像ですね、黄色い画像が目印となっています。そして右側の DD のタクシーが半額のキャンペーンはラストの週となります。まあ最近この DD タクシーを初めて利用したんですけども、廃車からまあ支払いまでめちゃくちゃスマートでしたので、まあタクシーを利用する すする方方や観光客のなななどにに本当に便利なサービスかなと思いますそして次はペイペイとラインペイの高校のコラボキャンペーンがラストの週となりました。対象のコカ・コーラの自動販売機で毎週最大200円が戻ってくるキャンペーンですね。こちら11月の3日まで開催がされています。ちなみに隣のペイペイが貯まるポイントサイト、クイックポイントのキューピースクラッチ2倍のキャンペーンも今月いっぱいまでとなっています。 ちなみにこの中には入れてませんが、先日動画で紹介した1日1回できる PayPay ペイペイのくじも開催されてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。次は楽天ペイです。で、楽天ペイでは全店舗対象期間中ずっと5%還元のキャンペーンが開催中です。期間は12月の2日まででして、こちらは専用ページがエントリーが必須となってます。で、キャッシュレス消費者還元やそうでないお店で決済しても最大で5%還元まで受けることができます。で、楽天ペイではもう一つこちら、楽天ペイとセブンイレブンのキャンペーンがラストの週となりました。セブ,イレブン で税込み711円以上の楽天ペイで決済をすると抽選で1万ポイントが当たるキャンペーンそしてお支払いした方全員に150ポイントがもらえるキャンペーンが開催されてます同じくこちらもエントリーが必須で11月の1日までとなっていますちなみにセブンイレブンで楽天ペイで711円分を何に買おうかなというふうに迷っていましたら もちろん次に l i n e p ですが、こちら、l i n e p 生活応援祭というキャンペーンがラストの週となりました。月末の10月31日までとなってまして、スーパーやドラッグストアが対象となってます。こちら気をつけてほしいのはお店によって還元率がバラバラなのでお気をつけください。念のため、対象の還元率も含めてお店もお伝えすると、OK、サミット、成城石、東急ストア、ベイシャー、ベルク、ライフまでは最大で12%還元されまして、 残りのドラッグストアやスーパーに関しては最大で7%が還元されますので詳細については公式ページをチェックしてみてください。次にオリガインペイですが、現在こちらのミニストップとのキャンペーンが開催中です。ミニストップでお買い物した方限定でウィークリー100円クーポン、そして初めての方限定のデビュークーポンのこの2つがあります。この,このデビュークーポンに関しては、オリガインペイが初めて使う方で500円オフのクーポンがもらえます。これらのキャンペーンは10月30日までとなってますので、10月は31日までありますが、1日早く終わるので注意してください。 ではこちらその場で3%オフのキャンペーンも開催中です。期間は2020年の1月31日まで。キャッシュレス出社関係のお店であれば最大で8%即時ポイント還元を受けることができます。ちなみにクレジットカードやデビットカードの場合は1%オフとなってます。 そして残りのクイックペイやカード関連のキャンペーンですね。JCB で20%還元。こちらは Apple Pay や Google Pay での決済が必須となっています。で、Amex ではホームセンターや家電での20%還元が今月で最後となります。ちなみにこの Amex なんですが、前回動画でもお伝えしましたけども、ちょっと前からあなたの街でのスーパーのキャンペーンのオファーが来ていました。まあこちらも対象のスーパーで Amex で決済をしたら20、20%キャッシュバックがされます。もちろんこのオファーが来てる方やそうでない方もバラバラなので、一応ご自身のマイページをチェックしてみて くださいあと、みずほでは、みずほーレット20%還元。こちら、スマートデビットでの決済が必須です。そして、三井住友で20%還元という感じですね。最後に日程のまとめです。赤文字になっている部分に関しては、今月いっぱいまで。最後に、ペイ関連のまとめです。まず、この赤文字になっているところに関しては、日にちが近いものとなっています。 で、一応上からペイペイの最大10%還元は11月の30日まで,でペイペイと d ィ d ィのキャンペーンは10月の31日まで、ペイペイラインペイ高校のキャンペーンは11月の3日まで、クイックポイントのキャンペーンは10月の31日まで、楽天ペイに関しては最大5%還元は12月の2日まで、楽天ペイとセブンイレブンのキャンペーンは11月の1日まで、ラインペイの最大12%還元は10月の31日まで、オリガンペイのミニストップは10月の31日まで、そして最大8%オフのキャンペーンは来年の1月の31日までとなっています。 そして残りのカード関連などでですね。JCB、えー、に関しては12月の15日まで。アメックスの家電とホームセンターに関しては10月の31日まで。そしてスーパーは11月の30日までですね。そして水穂は12月の15日まで。三井住友は12月の27日までとなっています。そんなこんなで今回は来週約4日間、12月の28日から10月31日の間で開催されるキャンペーンをまとめさせていただきました。一応11月からはドコモの D 払いが10%還元なども始まる予定となっているということや、 あとはペ、PayPay ーペーと Yahoo ショッピングなどの大型キャンペーンもちょくちょく発表されていますので、まあ、そこも含めてまた次回まとめ動画とかでもお伝えしようかなと思います。ちなみに気になってるであろうイオンペイなんですが、まあ、今画像出てるんですけども、ちょっとツイッター上で情報がありまして、あの、以前紹介した商標登録ボットに上がってきていました。なので、まだ商標登録に出願しただけの段階みたいなので、まあ、もしですね、現実的に出てきたらイオンのヘビーユーザーの方からすると、またちょっと面白いスマホ系、 実際ににはななりそうだなというだいい思っています一応今回紹介したキャンペーンの公式リンクなども下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということでまた月曜日から頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました